こんにちは、ライムです。ということで、今回の企画は FFRK 全ダンジョンクリアのための最小人数とキャラ編成考えてみた。はい、ということで、まあこのタイトルパッと見ても何言ってんだこいつっていう人が多分9割ぐらいだと思うんですよね。今回の動画はね、タイトルだけで全然意味わかんないと思うんだけど、以前リクエストね、なんか動画のコメントでリクエスト募集しますって言って、まあ僕は定期的に募集してて、まあまた定期的にね、発信してて、することで定期的にいただくんですよ、そのリクエストを。で、この間いただいたのが、長く使える必殺技を、まあ解説してほしいですみたいなお話だったんですよ。で、なんか、まあ、それをね、脳内で考えていて、どうしようかなと思ってて、その、なんか、それを考えていたつもりが、いつの間にかこの動画になってたんだぜっていうことなんだけど、ちょっと趣旨がずれちゃったんだけど、また長く使える必殺技で、また別動画でちょっと検討しようと思うんですが、とりあえず今回やりたいのが、これ。全クリアのための最小人数とキャラ編成ということなんですよ。FFRK って、まあ、とにかくね、皆さんも感じていることだと思うんですが、まあ、良くも悪くも、キャラの数がとにかく多いし、あと、それぞれね、必殺技ね、もう最近なんか、オバフロ審議とか、LB チェインだったり、星7戦技だったり、星7チェインだったり、まあ、ありとあらゆるもの出てるよね。キャラによっては20個近くあるような、キャラもいたりとかするので、まあ、すべてのね、全キャラの、全必殺技を持ってることが当然理想なんだけど、そんなことさすがに無理じゃないですか。本当に一部の廃課金、僕がこんだけガチャ動画とかさ、爆死とかさ、散々やってるけど、未だにもちろんね、全キャラ分の装備なんてまず揃わないし、いかに、コスパよく安上がりに FFRK をクリアできるかっていう話なんですよ。やっぱそこ目指したいよね。特に無課金勢の方とかさ、まあもちろん課金勢の方もなるべく課金はね控えたいとこだよね。というわけで考えてみた。理論上ね、理論上を全ダンジョンクリアするのに必要なキャラ数、まずここから話していくと、基本的にはシリーズダンジョン軸に考えればいいかなと思って、なんでかといえばFFRK のシリーズダンジョンって、まあ、18シリーズあるわけだよね。で、必要なキャラ数ってのが大体5人なわけですよ。もちろんね、例えば、ウララとか、デッシ、それからモグとかね、そういったキャラを全ダンジョンに出張させるとか、そういった工夫があればもっと減らせるけど、それはやりません。あえて。なんかもちろん難易度とかにも、直結してくるだろうし、まあ、なんだかんだ、まあ、シリーズダンジョンであれば、すべてのダンジョン、5人揃えた方が、高難度ね、天命じゃねえな、クリスタルダンジョンのセーファーセフィロスとかさ、ああいったところとか考えると、モグ入れるとむしろ難しくなったりとか、実際クリアした僕が言うけど、する場合もあるからね、それを考えると、まあ、やめようかと。単純に、もう、各シリーズ5人を選出して、で18シリーズいるわけだよね。 5×18 でそれだけでも90人なわけだ。でこの90人の中で、その他シリーズダンジョン以外の属性ダンジョン、それからジョブダンジョン、この辺をやりくりして勝つことができれば達成ってことだよね。つまり理論上 FFRK 全クリアするための最小人数って90人なんだよ。ここがまず前提ね。で、まあ、今後のガチャをね、回す指針としても、まあ、参考にしてほしいなと思う。まあ、誰がどう参考にするかは知らんけど。この動画の前提条件と留意点というお話になってくるんですが、まずですね、今回のこの動画に関しては全ダンジョンクリアが目的で、タイムは一切気にしません。30秒切り。だろうが、まあできるダンジョンももちろんあるんだろうけど、30秒切りしようが、58秒で倒そうが、1分10秒で倒そうが、タイムは全く気にしない。とりあえずマスタークリアさえできれば OK っていうことね。であと次、今回紹介する90人の全ての必殺技を使えるっていう前提でお話ししていきますのでね、もちろん覚醒だけで
勝てるほどセファセフィロスは甘くねえしかもそう、もちろんそのシリーズダンジョンの90人って縛りがあるから、その中でやりくりしないといけないので、当然厳しい、ダンジョンどこかしらを確実に出てくると思うので、まあ、全ての必殺はもちろん使えるっていう前提で話していきます。あとチェインね、チェインももちろん LB チェインだったり星7のチェイン、フレンドのチェインもね、場合によってはあるかもしれませんというところで、全てのチェーンを考慮してます。あとキャラクター的な問題でね、うわー、こ一つだけね、確か属性魔法かなんかでちょっとLB チェインかフレンドチェイン使わないと厳しい やつが一個だけあったような気がするんだけど、まあ、ジョブダンジョンなんか全部フレンドチェインに行けるから、ね、まあ、それを考えて、まあってことです。はい。であとプレイヤーの腕ね、腕問題あるんだけど、一応まあこれは装備さえ揃ってれば勝てるレベルっていうぐらいのプレイヤーの腕を想定してますそれがどれぐらいの腕なのか知らんけどでですよ、これあくまで僕の頭の中の理論上の話なんで、現実的にねこの動画見て皆さんが考えた時に、もちろん僕が紹介したキャラの必殺技数が1個しかない、極端な話超絶しか持ってませんみたいな場合ももちろんあるだろうし、逆にそのキャラ持ってないけどこっちのキャラだったら必殺技5個とか持ってるよっていう場合も当然出てくるわけですよね。その場合だったら必殺技1のキャラより必殺技5個あるキャラの方がもちろん強いので、 FFR キャラのシステム的なことで言えば、ね、なので臨機応変にじゃあこっちのキャラ入れようかとかしていただければいいんじゃないかということで、あと、まあ、このコメント 100% あると思うんだけど、あのキャラよりあっちのキャラの方が良くないってコメント 100% あると思うんですけど、これについてはもうはいどうぞお好みでって感じですね。あくまで僕の頭で、1、2時間考えた結果の動画なので、価値観、皆さんの価値観によって編成は無限大なので、もっといい編成は確実にあると思うし、もっと強いキャラも確実にいると思うので、この辺は皆さんがどうぞお好きにしてください。はい。ということで、さっき言ったねシリーズダンジョン軸、それから属性ダンジョン軸、ジョブダンジョンがねまだ実装されてない未実装のジョブダンジョンにも対応してる、物理スピードとかあるか分かんないけどシーフとか、シューターとかその辺にも全て対応してる90人なんで、ぜひ見てほしいなと思う。まず軸となるシリーズダンジョンからいくね。でシリーズダンジョンとりあえず、まあ、ざっとこんな感じなんですよ。さっき言ったように各シリーズ5人ということにしてます。この中からこのメンバーで全てのダンジョンをやりくりしますのでちょっとなんだろうな、普通に単純に全てのキャラが使える前提で各シリーズ割り当てた時に、僕だったらまあ普通は使わないよなっていうキャラももちろん入ってくる、あえて抜いてあえてこのキャラ入れないと、なんか天命の竜騎士できつかったりとか、ちょっとこの属性ダンジョンきついなとかあるので、そういったキャラをねじ込んでるシリーズもあるよね。具体的にそれが顕著に出てんのが、どこかな、FF5 とかかな、5とかもちょっと違和感あるパーティーだと思うんだよね。レナ、バッツ、ファリス、ゴゴ、ギルガメッシュとかあると思うんだけど、これなんかはね、まあ後で意味は分かってくると思うんだけどね。はい。ここだったら別にゴゴ入れる必要ないんだけどね、普通になんかね、他の物理キャラ入れるなりすればいいんだけど、まあここあえてゴゴにしてる理由後半で分かるし、ギルガメッシュについてもまあ後半なんで入れたのか、なるほどねとはなると思うんですけど、はい。で、まあ、あとね、ちょっとセブン悩んだよね。セブンの編成悩んだ。まあ、これ、ここだけ見ると、そんなに違和感ないかもしんないけど、そう。これ、本来だったら、ケットシーのとこ、バレットだよね。入れるんだったら。で、ヴィンセントじゃなくて、ザックス入れたりするし、ね。っていうところで、ちょっとおかしなところあるけど、まあ、まあ、このパーティーなら、普通に、ギリ、セーファーセフィルス勝てるっしょと思って、確かケットシーが新しい D 格とかで、確か、なんだっけフルバフからなんかできるよね。まあ別にフルバフは最悪しなくてもね、やり過ごすっていう手も全然あると思うんだけど、まあ、ケットシーは必要かなと思って、その属性ダンジョンの方で必
要かなと思って、ここは決闘士入れないとなと思って入れました。まあ、ヴィンセントについてもそうだね、同じような理由。はい、ね、あとなんか違和感ありそうなとこで言うとどこだろうね。14か、これオルシュファン入ってるんだけど、オルシュファンもねじ込みましたね。これ本来だってここはオルシュファンじゃなくて別に他のね、イゼルとかでもよかったんだけど、イゼルじゃなくてオルシュファンじゃないと成り立たなかったね。まあ具体的に言うと天命竜騎士とかね、竜騎士が足んなかったからねじ込んだっていうのもあるし、15も完全にそうだね。これアラネアとノクティスいて、最初ノクティス入れてたんです、ここ無難にね三属性対応できるしと思ったんだけど、物理のその炎氷雷だったらキャラいるから別にそのノクティス入れる必要ねえなと思って、アラネアでまあ竜騎士対応ということにしました。これでも全然15のダンジョン余裕で、これなら実質ほぼフルメンバーみたいなもんだから余裕だよね。はい、でまああとは特に問題なさそうか、こんな感じになりましたね。はい、まあ、まあここの90人のスタメンで残りのダンジョンをクリアしていくわけです。で次見ていくのが属性ダンジョン、物理と魔法、もちろん全属性、毒はねあの仏魔両方混じってるんであんまり関係ないんですが、とりあえず、全17パーティーっていうことになるのかな。はい、まあこんな感じで、一応一番左にいるのが、だいたいチェインキャラかな、チェインが打てるキャラっていうイメージで配置してます。これが普通の星6チェインも混じってるし、星7チェインとか、そういったものも含まれてて、ちょっとチェインが不足してる属性が確か1個あったと思うんだよな。どこだっけな。大丈夫か。星7チェイン一応使えるもんね。なんか正属性と物理の正属性と物理の闇属性若干怪しい気はするんだけどまあここは星7チェインと LB チェインとあとフレンドチェインでごまかせるかなと思って、こんだけのメンバー並んでたら勝てるよね、別に LB チェインでも。さすがにこれだって正属性のほとんどね、ベストっていうところをあえて並べてるから、これもう勝てるっしょ、このメンバーなら。ベアトリクス、ボル、ライトニングなんてね最高峰だし、闇セシル、セフィロス、クラサメもまあ最高峰だからまあいけるっしょっていうまあいけてくれって感じだね。あとはこれ、まあこれ誰が実際実践するか知らないけど、まあできるっしょ、タイム気にしなくていいんだから、だってクリアさえすればいいわけだから。であとは難しそうなとこあとなさそうだよ、意外と全然いけるよねこのパーティー、属性ダンジョンね。毒属性もさ、エドガー、マーカス、シーフ、あえてさ、こうやって、ね、選出してるからさ、余裕だよね、これ。だいぶ余裕あるよな。はい。ということでね、まあ、余裕ありそうだなと思う。まあ、皆さんがこれ見てもっといい編成があればと思えば別に自由にね、変えていただいて構いません。はい。で、ここまでが一応属性ダンジョンということになります。でだ、ここからが、まあ、一番最後。にもなりますし、あの未実装のところが半分以上未実装だね、天命のジョブダンジョンということで。でここの編成ってすごく難しいところ ではあるので、だいぶ悩んだね。で天命ダンジョンについては2枠については基本弟子とうらら固定でいいかなと思って、じゃないと成立しない弟子ならね、もちろん全ジョブ、対応してるんで全天命ダンジョン共鳴してくれます。で、ヒーラーとしては全てうらら対応と、全てじゃないか、例えば召喚士だったらね、あのうららじゃなくて血統士とか、ユーナとかエイコがいるんでそっちでね、回復間に合ったりするんですが、基本的には弟子とうららかなみたいなところであえてなどってしてるんですけど、これは皆さんのまた好みとか、場合によってはね、あの共鳴してくれるヒーラーもいたりとか、文句だったらねイリスとか、それからアフマウとかもね対応してるんで、それで、共鳴させるっていう手段も全然あったりするからさ、それを考えて、あと魔女とかもヤシトラが対応するのかな、こうなってくるとみたいなね、特別パターンはあるので、そこは皆さん臨機応変に対応していただいて、基本的には3枠埋めるための編成で考えてみました。
その結果がこれですね。さっき、ちょっと苦戦していた竜騎士、結局これになった。決まりオルシュファンあらねや。まあこれなら勝てるよね。決まりが、決まり結構強いし、クリダメアップまでできるからね。で、先日のなんかドリセルのさ、あの D 角のおすすめみたいな話でも決まり結構強いよって話したと思うんですけど、あとはまあオルシュファンとアラニアでまあ頑張ろうっていう。で、モンク、スーパーモンク、ガイ8、まあ勝てるよね。で、魔法剣士バッツ、クラサメ、レイン、まあ全然、レインさんめちゃくちゃ強いしね、物理ダメアップ持ってるから。で、召喚士、アルク、リディア、ユーナ、エイコ、ケット氏、まあ余裕、まあ余裕っしょ。で、貴公子、これもほぼフルメンバーで、バルフレア、サッツ、ケイト、プロンプト、余裕。で、鬼門の忍者、ね、先日の生放送、大激闘したけど。まあこんな感じで、一応エッジ、玉ねぎ で水染めもできる、水染めというか、まあ、水なに、まあ、オニオンナイトは別に違う属性でもいいし、キロスで一応氷属性の、デバフして忍者で戦っていくみたいなこともできると思うし、まあなんとかなるんじゃない。だってほらこの間の生放送さ、僕はあの新ガチャ引いてないし、究極主義とかもなしの、ね、チェーンもなしだし、ポンブレバフの上書きも当然しなかったわけだから、あれでまあ勝てるってことは、全ての必殺技揃ってればさ、ねえ勝てるよ。キロスがポンブレバフ持ってるし、チェインも持ってるわけだから、まあ余裕だわ、余裕。さすがにだってポンブレバフ上書きできるだけでクソ楽になると思うよ、忍者多分。って考えたら余裕だね。はい。で、あとこっからがあのまだ実装されてないジョブダンジョンの話なんだけど、だいぶあるね、こうやって書き出してみるとね。例えば天命シーフ、ジタンマーカスシーフで、まあ勝てるっしょ、これは余裕で。これほとんどなんかもうフルメンバーみたいな感じだもんね。で、ナイト、ウォル、ベアトリクス、グラディオラス、余裕っしょ。しかもウォルってさ、生属性と地属性両方デバフできるから、グラディオにもベアトリクスにも対応できるから、神編成だよね、むしろ余裕で。侍ね、天命侍はフリオニール、これ侍なんだよね、千夜日とかがね、侍で、で、ここでギルガメッシュが出てくるわけだ。炎属性の侍、ギルガメッシュで、あとセフィロス、まあ、まあ、セフィロスパワーでなんとか侍でも活躍してくれるだろうということで。で、暗黒ね、暗黒本当にあんのか分かんないし、物理と魔法分かれるのかも分かんないけど、とりあえず闇セシル、セフィロス、皇帝にしといた。これを、ここ分かんない、本当、まだ未実装だから。とりあえずこんな。で、魔女。さっき言った通り、ヤシトラが共鳴するヒーラーなんだよね。だからヤシトラヒーラー運用でもいいし、で、その上でまた別のキャラ入れてもいい。ってことで、一応ここ4枠入ってるんだけど、リノア、シャントット、アシェラ、ヤシトラ。余裕だよね、これまた。メンバー超強そうだもんね。で、物理スピード。ライトニング、シーフ、フラン。何気にフランも物理スピードを星6対応してるんで、共鳴キャラなんだよね、物理スピード。で、シューター。まあ、これはもう天キャラで一緒と思って、水染めで一緒と思って、ティーダばっかりゆく。だね。で、白魔法が、アルク、風水やレム。これまた白魔法界では、あの、トップクラスのキャラクター3人なんで、まあ余裕。で、黒魔法はま、対応キャラクソ多いから、別に、お好みでって感じでね、別にこれといったものがないんで、お好きにって感じでね、まさに。で、あと最後ね、これ、物理ヘビーちょっときつかった。ウォール・クラウド・ガイっていうね。今回シンクとかさ、ガブラスとか入れてないから、まあでも実際こんなもんだと思うよ。物理ヘビーガチでやろうと思ったら。はい。ということでですね、まあちょっと天命が、まあ穴があるというか、まあなんというか、まあ、ある気はするんだけど、一応やっぱ全装備あるっていう前提で考えたら全然いけそうだなっていう気がするし、ね、まだ未実装な、天命ダンジョンについてもこうして名前並べてみると全然勝てそうだよね。今後まだその誰に、ポンブレバフが来るのとか、あと天命チェーンが来るのかどうかも分かんないけど、あのクソ難易度高い忍者でさえそういったポンブレバフの上書きがなくても勝てるし、なんだっけ、まあそうだね、その特攻ガチャ一切引かなくても勝てるっていうことがあるんで、勝てるっしょ。知らない、もうそれこそ妄想の妄想だからさ、
パーティー編成でさえ妄想してるのにダンジョンの妄想までしてるからさ、ちょっと何が正解かは全くわからないけど、とりあえずあの結論言うとね、その最初の前提のね、90人、 FFRK は90人のキャラだけで全クリア可能です。僕の頭の中では全て攻略したわ。まあいろいろある、皆さんもねいろいろ言いたいことはあるでしょうが、まあコメント欄にあの皆さんも好き勝手妄想書いていただいて構いませんので、これはもう本当にただの僕の妄想動画、本当にただのオナニーだと思って聞いてくれればよかった動画なんで、皆さん長々とお付き合いありがとうございました。といったところで今回動画ここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録ともよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。